森下直人6月10日から2003年1月9日は愛知県名古屋市出身の元株式会社ドリームステージエンターテインメント代表取締役社長森下が自殺した場所とされるヒルトン東京経営学博士号を持ち東海大学卒業後家電量販店エイデンに入社店頭販売で抜群の実績を上げ34歳で 広告宣伝部門を個会社化したハドックの代表取締役に就任。パーフェク TV の設立に関わったことがプライドとの接点になる。KRS 時代のプライドでは工業側とテレビ局の間に調整役をこなし、KRS 解散後は図の社長としてその手腕を振るうことが期待された。1999年1月に図を設立した後は、 プライドも徐々に軌道に乗り始め、ますます発展していく矢先の2003年1月9日未明、凍縮していたホテルの浴室内で首を吊って死亡しているのが発見された。警視庁は検視の結果、事件性がなく自殺と判断。1月16日に東京都港区の青山葬儀所で車窓が行われた。2000年に再婚した妻と2歳の長女を残している。 学生時代にボクシングをかじっていたが、格闘技自体には愛着がないことを公言し、日本初の世界に通用するコンテンツとして可能性があるからやっているだけと常にビジネスライクに語っていた。しかし、死去1日前の際に行われた記者会見では、これからのプライドの展望を長時間にわたって熱弁していた。そのため図関係者は、あれだけ、 これからの情熱に燃えていた人がなぜ急に自殺をと首をかしげていた。また、業界屈指の好人物として知られ、人柄を慕う関係者も多かった。AB、プライドを森下社長の車窓に国内外のプライド選手が多数参列。 b r u t r a v e h t t p、e、w w w b o u t r e v i w c o m スラッシュデータスラッシュニューススラッシュ0 3 0 1 0 8 p r i d e t o p i c s h t m l 2 0一六年三月十六日閲覧 ?ab, プライドの森下社長が首吊り実殺。新年会で抱負を語ったその夜に、 三景スポーツ、ありがとうございます。